ゴールキーパー渡辺、ディフェンスは4枚です。浜、つけぎ、中村、安西、アンカーに菅井、インサイドハーフ持ちと徳永、3トップ、左から鈴木、センターフォワード和田、そして右に津久井、ゴールキーパー大久保、そしてディフェンスは3枚です。佐古、真ん中に斉藤、そして右に大和、いずれも高さがあります。ダブルボランチは新座と、そして西、ウィングバックは左に小暮、右に新玉です。ツーシャドウは松原、鏡、そしてワントップはオタボーケネス。1対1の勝負、ワンツーを使ってくる、ボックスの中抜けた、安西、折り返して、ゴール和田、見事な攻めでした。沼津、中山監督表情は変わりません。今のシーンご覧いただきましょう。津久井から安西、安西の折り返し、最後決めたのは27番の和田でした。クロスが入る、ヘディングシュート、ゴール、またも和田だ、今日2得点、2対0。喜ぶ沼津サポーター、ヘディングシュート決まりました。さあ前を向いてパスが通る、オタボ、オタボがボールをキープ、シュート、オタボのシュート、枠を捉えることができませんでした。今のシーンです。ここはフリーになっている、救いだ、安西、ここうまくパスが通った、シュート、ゴール、津久井3点目。いいパスが通って、この浜の折り返しに津久井が反応しました。完全にここはフリーになっていました。ライン際、西からこのパスは通らない。さあ出た、マイナスボール、スルーシュート、ゴール、今の得点シーンです。鈴木健志郎がやや持たず間に、ここでマイナスのボール1人スルーして、豪快なシュートが決まりました。15番の鏡が決めています。菅井から右へ展開、抜けてく、安西、クロスボールが入る、シュート、わずかにポスト左、安西のシュート、惜しいシーンでした。和田のクロス、フリーでした。スケイから前、体を入れ替える、つくい、周りを見ている、和田からつながっていく、ヒールからシュート、ゴール、
パスでつないで最後は津久井。今のシーンご覧いただきましょう。スルーパスが出て津久井ヒールでつないで最後は津久井のゴール。遠山がヒールでつなぎました。ここです。スルーパスが出るが跳ね返す沼津のディフェンス。さあここはカウンターになるか。沼津の攻め。まだボールをキープ、シュート。ボレーシュートはゴールの枠を捉えることができませんでした。スクイ思わず天を仰ぎました。鏡、ただボールを奪い取った久石。折り返しますがここは跳ね返されました。さあここで長いホイッスル、4対1。沼津が勝利を飾りました。